午前中のフリースオープンでは、ちょっと不安、昨日とは違ったフィーリングになってたので、それを、8分間のフリースオープンで受けて、まあ、チームと当時の栗本選手と話し合って、ちょっと若干変えていったり、まあ、最後の8分間ではトップタイムが出て調子を戻せたので、まあ、自信を持ってスタートしました。で、まあ、最初はちょっと思ったよりも後ろがついてきたんですけど、まあ、5周ぐらいしたら離れ始めて自分のペースが一番いいっていうのが分かったの で、あとはできるだけ、まあ、ギャップが多ければ多いほどメカニックさんもミスしないし、栗本選手もミスしないなと思って、全体のことを考えて少しでもギャップを広げてぴったり帰ろうと思ってプッシュしてたんですよ。で、年齢も軽くなってきたので、ピットインのタイミングが近いっていうのが分かったので、最後ペースを上げて使い切って入ろうと思った矢先、いきなりのタイヤが、バーストしてしまって、それがターン多分7なんですけど、そこから 1,2,3,4、 まあ結構コーナーあったんですけど、まあ最終セクターということでそのまま無線でピットに入るっていうことを伝えて、まあ自分としても結構そのパンクした中で結構いいペースで走れて、ピットロードも結構攻められて、で最小限で抑えられたんで、まあ、よかったら、あとは、まあ、2位のチームがトラブルとかあったんで、2位との実質3位だったのが2位になって、ギャップが25秒くらい広がったんで、栗本選手も同じタイヤで行ったんで、周回数も同じぐらいで同じタイヤで行ったんですごい不安だったんですけど、後ろとのギャップを見ながら、栗本選手もうまくタイヤマネージメントしてくれて、勝てたんで、本当に良かったなと思います。まあ、みんなに、ここまで 初表彰台が初優勝なんですけど、ここまで非常に長かったので、チームそして横浜タイヤさん、PRD トヨさんファンの方々に本当に感謝しています。今日はありがとうございました。Thank you.